19歳男です。13歳の頃から自殺願望があり、高校に入学してからその願望が強くなって、すべてにやる気が起きなくなり、それ以来憂鬱な日が続くことが多くなっています。えー、多分、うつ病か適応障害なんですが、もしちどちらでもなく健康ですと診断されたら逆にあんです。よかったらアドバイスなどお願いします。えっと、あの、カウンセリングの人って別にあの、万能ではないんですよね。 あの、ま、結局、その、病気とか怪我って、あの、まあ、見れば100%わかるじゃないですか。もう、腕折れてますとかだったら見れば、うん、折れてるね、みたいな。なので、その、病気とか怪我って、どんな医者でもその診断変わんないんですけど、まあ、あの、マニアックな診断難しいのも確かにありますけど、ただその、心の病気って、基本診断ずれまくりなんですよ。 その人によっては、はいはいもう、境界性、境界例ですとかであったり、人によっては、あれこれ ADHD かなみたいなのだったりとか、あと、まあ人によっては、全然 OK です。何の問題もないですって言っちゃったりっていうのがあるので、なので、の心の病気に関していくと、診断っていうのを一人の人の、あんま信用しないほうがいいですよ。要はあの100、100%俺の診断が正しいって言ってる、その心のケアをするカウンセリングだったり、精神科医がいたとしたら、そいつ嘘つきです。はい。 ので、精神科医も基本的にはその、あの100、100%その人の状況が把握できているわけではないので、あの、症状が100%正しいわけじゃないけど、僕の見立てだと、こういうふうに見えますよ、みたいな言い方をするので、まあ、なんかこの人分かってくれてねえなーっていうのがあったら、他の病院行くといいんじゃないかなと思います。